皆さんこんにちは、ジュニアルームのジュニアです。はい、いや今日は外に来ました。はい、ね、レンガって感じです。レンガって感じでも可愛いですよ。はい、今日はね、ちょっと原宿を、今のね、ちょうど緊急事態宣言解除後の原宿をレポートですか。はい、行きましょう。行きましょう、レッツゴー。好きな、ご飯屋さんとかあるんですか？好きなご飯屋さんね、なんか、もうちょっとで通るかな。あ、本当ですか？ちょっとジュリアさんおすすめな原宿スポットも。なんか、スープカレーなんですけど。あ、大好き。好きだよね、美味しいよね。めっちゃ好き。普通のカレーより好きです、私。はい、そうなんですよ。原宿、見えてきます。あそこですね。え、どこ？そこ。え？北海道原宿のスープカレー屋さん。あ、本当だ、はい。こんなとこにあったんですね。そう、ここ結構美味しいですか？たまに行きます。はい、原宿でスープカレー屋さん。2階かな？2階。あ、そうなんだ。ありますので、よかったら。原宿って食べ物屋は少ないんですよね。なんかいい感じの食べ物屋さんが少なくて。すごいわかる。そう、探さないといけないんですよね。そうですよね。今日平日だけど結構人はいますね。うん、なんかそんな感じしますね。そう、なんか緊急事態宣言の時は本当人一人歩いてない状態だったんですけど。はいはい。手を振ってくれたよ。あ、振ってくれました。ありがとう。そうそう、今は結構人通りも戻ってきて、原宿の風景を、はい、風景撮りましょう。なんか前からね、もっと、海外の人が本当に多かったんですけど、今はもう本当に全然いなくて、こんなに道が空いてるっていうのは、なかったよね。なるほどね。だ今本当東京はね、こう観光しやすいと思う。全然海外の人いなくて。そうですよね、はい、確かに確かに。平日も休日も関係なく、もうすごい人が多かったんですけど、今は原宿駅とかってやばかったですもんね。そうだね、そうだね、もう本当にやばかったけど、今はなんか全然、うんうんうん、確かに確かに。何を着てるんですか？ゆったりワンピですね。この1枚で着れるゆったりワンピを着てます。楽ちんそうですね。そう、なんか私ウエストキープが好きな人なんで、このシャツベルトを常にしつつですね。そう、なるほど。なくても全然いいんですけど、いいね、かわいい、いいですね。めっちゃ着やすいです、これ。着やすそうです、それ。お袖も長いので、うん、二の腕とか隠れるから。女子の味方ですよね。女子の味方です。私はもう腕がムキムキなんで、うん、逆に別の意味でちょっと隠してるみたい。あまあ、スポーツマンとかね、スポーツウーマンとかそうですよね。そうなんです。なんか、恥ずかしいです。なんか、すごい筋肉、モリモリみたいな。でも、ブニョブニョよりはマシだと思いますけど、ブニョブニョは、恥ずかしいです、本当に。なんかみんなね、いろいろ腕のお悩みは本当あると思う。あ、見えてきました。これラフォーレですね。はい、ラフォーレ。でも、いつもはね、こう7月末に、こう大きいグランバーっていう、あの、セールをやってたんだけど、やっぱりこのコロナの、あれで、そういう一気に集めることができないから、こう1ヶ月間、セールですね。すごいですね。ロングバザールになってますね、はい。元気に着替えようっていうのがテーマですね。はい、もう開いてるのかな？開いてますね。開いてますね。開いてます、開いてます。セールをやり始めますね。はい、で原宿駅の方に行きたいと思います。